今私たち働く者を取り巻く環境は大変厳しく、かつて経験したことのないような雇用危機に直面しています。昨年から続く経済金融危機、またそれを引き起こした原因ともいえる市場経済原理主義優先のグローバル化が世界の働く者から人間らしい仕事と生活を奪っていきました。日本においてもその影響は全雇用労働者の3割以上を占める非正規労働者に最も深刻に及んでいます。今こそ人間の尊厳や労働の尊厳を大切にした人のために機能する社会システムを構築し、非正規、正規を問わず全ての働く者の連帯で希望と安心の社会を私たちの手で築いていこうではありませんか。Rengo is a powerful voice in the ILO and a powerful advocate for improving the lives of working women and working men. I'm honored that Rengo has asked me to speak to you today. If we stay together, we'll see better times sooner rather than later. And that is the very meaning of the Global Jobs Pact, centered on decent work. Thank you very much.正規労働者の問題を解決をすることは他ならず正社員の労働条件を守ることにつながるんです。こういう言い方をしてきました。実際今日本の社会を見てみますと、非正規労働者の増大、これは労働組合の存在すら脅かしている現実があるんじゃないかと思っております。労基法でいう過半数代表制、労働組合が過半数を維持できなくなったら死活問題であるというふうに思います。そうした現実をしっかりと踏まえて取り組みを強化する必要があるんじゃないかと思います。クレームを受けた従業員が上司に、君が辞めてくれればことが収まる的なことを言われた噂が流れ、その従業員が退職してしまったことです。そんな噂が流れ退職してしまった事実を目の当たりに見てしまうと、明日は我が身と思ってしまい安心して働けない。これは一人では防げない。連合ユニオン東京に相談した結果、組合を設立しようということになり、ついに8月に設立に至りました。その後は皆で勧誘活動をし、現在71名加入しております。先週の連合第11回定期大会におきまして、すべての働く者の連帯で、希望と安心の社会を築こうというスローガンを掲げました。ここに今後2年間の取り組みに向けた思いが凝縮されております。労働の尊厳を守り、困難な立場にある人のために取り組むという労働運動の原点、そして労働運動の社会的責任を果たしていく努力をしていくことをお誓い申し上げ、私からのご報告とさせていただきます。ありがとうございました。世界行動デーにあたり、私たちは世界の働く仲間との連帯を強化し、団結を強めて行動することを世界に向けてアピールする、すべての人に人間らしい労働を実現するために連帯の輪を大きく広げ共に前進しよう。ディーセントワークの実現と貧困撲滅を目指して、今こそスタンドアップ、立ち上がろうということで集会を締めくくりたいと思います。ディーセントワークの実現、貧困撲滅に向けてスタンドアップ。はい、どうもありがとうございました。ディーセントワークを学ルールを確立しよう。
派遣法